今回コマーシャルギャラリー初個展としてギャラリーアンスカ山で個展を開催させていただく原田正幸です。私は生活家電や日用品を作品の素材として使わせていただいているのですが、それは生活家電や日用品が我々の生活を豊かにするため、言い換えれば我々の欲望を叶えるためにあり、それらの人間の果てなき欲望を具現化したものとしての生活家電や日用品のあり方に興味があるからです。人間の記憶や痕跡が詰まったリサイクル品や廃品をあえて利用して、それらの欲望を増幅させるようにプログラミングやセンサーを用いて制御しています。また最近、ここ最近行っているそれらの立体物に人間の声を合わせて一つの作品として展開する方法も今回も試みています。また今回は初めてドローイングも同じ空間に展示します。ドローイングを通して作品のことや私が何をやろうとしているのかより知っていただけたらと思っています。いい展示になると思いますので、ぜひギャラリーアンスカ山まで足を運んでいただけたらと思います。Thank you.